上昇開始は福田小林正治。2社のラインがまずは先に仕掛けてきて1コーナーです。前を抑えにかかって2番の福田、一旦8番工藤の方は下げました。3番手にコース、ジャン前2コーナーからバックです。外のコースを今度は富山が出まして、1番山本、中部近畿勢、6番中島3番手、3番港追い上げ気味に中段の位置4番手、2番車の福田は現在6番手でホームを通過、前から駆け抜けます富山三平です。1番の山本には6番中島、中部近畿の先制、3番港は中段4番手、福田は6番手、8番手に工藤、1列の体勢から懸命に後方から先に工藤が動いています。まだ福田は8番手付近、4コーナーから直線コース、粘る富山、番手から山本、山本の抜け出し、内をついた6番中島。東北ラインの3名、まずは上がってきましたが中段、直線を通過しまして残り 800m を切っています。1コーナーを回ってこれから2コーナー、前は2番の石丸、4番手で小島を抑えながら8番古川が外並走に持ち込んでさらに踏み上げています。ジャンで叩いていく8番古川浩二、ジャンからの抑え手の先行です。佐藤がマークを取って6番坂本3番手、9番北の北日本を追って4番手、2番の石丸、今日も中段の5番手を取って7番の三宅がマーク、5番の高木と続いて1番の小島は8番手後手を踏んでいます。1列でバックストレッチに入っていった古川浩二が先行、佐藤が番手、車間を開けながら石丸が中段から動いていきます。懸命にまくって3番手、番手から佐藤慎太郎、早め踏み込む4コーナー直線、先頭佐藤慎太郎ゴールイン、続いた体勢6番坂本。周回掲示は残り2周が出されています。メインスタンド前に帰って赤番ホームです。矢野も7番手から、そして中段から3番山田、山田が一旦矢野を制するように中段から仕掛けてきます。2コーナーからバック、山田が抑えます。五十嵐が前前踏み上げて外のコースから今度は8番矢野、矢野が抑えて五十嵐も前前踏んでいますが、現在4番手付近、抑えた矢野が最終ホーム、今度は外のコースを3番山田、山田秀明が再度上がっていきますが、最終の先行は8番矢野、2番の落合マークです。5番の高峰、外並走になった山田、さらにまくってきます。7番の石原を連れてこれを追っていきます。1番の五十嵐ですが、4番の長谷とやや中段もつれている。五十嵐3番手まだ粘る、4コーナー直線、先頭は山田、山田が粘るが1番の五十嵐、五十嵐が直線間に合いました。村上直久、桜井城と難関2名が上がってきます。ホーム直線コースから第1コーナー、打掌の周回に入っています。後ろ詰めから抑えにかかった村上、まずは一旦関東のライン、藤田ラインを抑えながら2コーナーを回ります。藤田が一旦引いて5番の片岡、3番手をキープしています。藤田は5番手抜け出していますが、2番手の村上早くもピッチを上げています。4番桜井マーク、5番の片岡、3番手4番手が依然空いたままホームを通過、9番の藤田、3番木村のマーク、後ろ少しもつれて6番の西浦、後方の位置あとは萩原です。まだ中段 4,5 番手が空いたまま先に3番手から5番の片岡まくります。詰めながら9番の藤田やってくる、藤田達也、3番木村、関東勢の台頭なるか、まもなく最後の4コーナーです。懸命に5番の片岡、片岡が粘りました。そして突っ込む9番藤田、さあ岩本とそして西村、早くも岩本が出ました。誘導が下がって
1センターから2コーナー早くも先行を取っていきます。岩本、藤田がマーク、8番新海3番手、6番西村中段の4番手です。3番差の7番手で残り 600m、 一旦ペースを緩めています。持ち味の先行策、早めの先行を取って緩めながら、後ろを見て佐野の動向を注目しながら、岩本が前から駆け抜けます。6番西村中段4番手、3番差の7番手で隊列が少し長くなってきます。岩本先行します。藤田がマーク、8番新海3番手、6番の西村車間が空いて4番手、佐野がまくってきていますが、中段合わせながら佐藤へ長打、そして6番の西村も仕掛ける、粘る岩本、9番の藤田マーク、直線に向かいます。番手から藤田の追い込み、外を伸びて2番の佐藤、7番根田が7番手、その根田が7番手から上昇、残り2周を迎えます。根田が行って、そして追うように1番の小岩、さあ小岩の動向ですが、切り込みか、ジャン前2コーナーからバック、根田が抑えて小岩がインコース、どうやら根田の番手勝負、勝瀬が外並走、5番車小賀亮介3番手インコース、4番中村と並んで9番志村追い上げてきまして、現在2番手だ。さあ最終選考7番根田、番手は2番の勝瀬、9番志村追い上げの競争になっていますが、外並走3番手小岩大輔、3番手のうちあと5番の小賀追走して3コーナー回っています。9番車志村は交代、あとは8番の森内、根田が先行、勝瀬マーク、小岩3番手、4コーナー回ります。先頭根田隆、根田で強い、そして1番の小岩2番手、1列でホーム直線へと帰ります。周回掲示残り2周、2番の佐藤から動いてきます。8番今野がマーク、東北両者が一旦レースを動かして、打掌前まもなく2コーナーです。坂本はすんなり下げました3番手、今度は海老根が3番手、並走から踏み上げて打掌から抑えます。さあ海老根の抑え手の先行だ、山田がマーク、9番松坂、5番の松岡健介、6番伊藤正樹、中部近畿勢が難関に襲いかかって最終ホーム、さあ抑えたのが5番の松岡、番手で今度は飛びつく形で1番海老根、少し2番手がもつれている、6番伊藤が3番手、外並走、山田が内にいて9番の松坂です。2番佐藤は6番手、3番坂本、8番手で十文字最高峰、 3,4 コーナー中間、逃げる松岡、海老根がマーク、4コーナー回ります。後位から1番の海老根啓太ゴールイン、続いた体勢、外は4番山田か。